知らせは、元文部科学省の三代目南極観測船。現在の気象観測船知らせ。看板号 AGB-5000 に。南極地域観測隊の南極観測の任務に利用されていた。自衛艦としては、初めての基準排水量1万トン超えであり、昭和時代に建造された自衛艦としては、最も大きかった。 マシュ型補給艦が竣工するまでは、海上自衛隊の運用する中では、最大の規模だった。光景は知らせ。3ノットで1.5メートル圧の氷を連続採氷をできる能力を持っている、採氷艦でもあり、乗員もすべて海上自衛艦である。所有は、文部科学省の国立局地研究所、所属は、横須賀地方隊、母校は、横須賀であった。なお、 建造費は、文部省予算により支出されたが、設計、契約及び運用については防衛庁が行っている。本船の主任務は観測隊員及び、物資の輸送であるが、観測機器を搭載し、南極での観測活動も行っていた。これは、後の退役後にウェザーニューズが買い取る理由の一つとなった。詳しくは、下記参照。毎年11月中旬に、 東京港春フふを出港、オーストラリアフリーマントル港で一週間休暇停泊の後、南半球が真夏に入る12月末には、昭和基地に到達した。1983年の第25次隊以降第49次隊まで、計25回にわたって、南極観測の輸送支援を実施し、この間の行動日数3803日。 総工程1 0 6562km、輸送時任1498人、輸送物資量約2万3900トンであった。知らせの場合、氷圧約1.5メートル以上の氷は一旦、船を200から300メートル交代させた上で、最大馬力で前進、氷に体当たりするとともに氷に乗り上げる形で、採氷を行うが、南極圏における、 このチャージングは36,650回に及んだ。艦の後部には、ヘリコプター艦板を有する砕氷艦の特徴である。幅のある艦体であり、一本煙突である。氷海での艦使用に、マスト状に見張りポストがある。貨物積み下ろし用のクレーンを全艦板に2機、後部に2機装備している。艦隊後部に、ヘリコプター艦板と格納庫を備えた。 ヘリコプター搭載用型艦で、第二次越冬隊の太郎とジロの悲劇を反省して、仙台観測船を富士から引き継いだ、輸送用の S-61A-12 機と、小型偵察ヘリコプターベル 47G1 機が、そうや、富士に引き続き、知らせにも搭載されていたが、1987年には、同機種のヘリコプターは、海事から姿を消し、 1993年から後継機としてをマイナス 6D1 機を装備している。氷海を航行するので通常の艦船にあるビルジキールを抑制して安定した構想をするためのフィンで船底の両側面に装備するが装備されていない。そのため、外洋航行時、特に湿けている時などは通常の艦船に比べて揺れが激しくなるという欠点があり、 乗組員の海上自衛官は、まだしも、船慣れしていない、観測隊員などはひどい船酔いに悩まされることもしばしばだったという。2001年の航海では、暴風圏を通過中、左に53度、右に41度傾いたことを傾い斜系が記録した。これは、今でも、海上自衛隊の同様記録として残っている。乗組員居住区と観測隊員居住区は、 厨房を挟んで分離されている。観測隊員居室は基本的に二人部屋で、観測隊長室、同副隊長室は個室である。この他、四人部屋のオブザーバー室、研究室、ラジオ沿い出っ放し下間室がある。海賊の襲撃に備えて自動小銃が装備されている。推進方式は、電気推進で、三井造先生ディーゼルエンジン6機で、 交流動機発電機を駆動、サイリスタで交流を直流に整流しつつ、出力電圧を制御し、富士電気製直流電動機6台を駆動、軸出力3万馬力を発生させる。推進軸は3軸で、各々2台の電動機を直列に接続し、外洋航行時は、電動機3台、最強航行時は、全6台を使用する。船内電源は、 別置きのディーゼル発電機4台により供給される。建造計画段階でのカナは 54AGB であり、仙台観測船、富士と同様に一般公募を行い、以下の経緯を持って決定された。一般公募による名称の応募数順位は次の通りであった。1位桜、2位山と、3位塩は、4位オーロラ、5位朝日、6位水穂、7位時、 15位知らせ。防衛庁は応募の趣旨を尊重し、公募順位2位の大和を除く、上位30位を候補として、第1回の戦名戦考委,委員会に提出した。公募順位2位の大和は、旧帝国海軍の戦艦大和のイメージが強く、再評価には合わないという理由と、将来建造される、新型艦の名称として残しておきたいという理由から、外された。 最終的に、震災評判の名称は、知らせに決定することになったが、当時の防衛庁通達では、海上自衛隊の再評判の名称は、名所旧跡のうち主として、山の名と規定されていたため、日本初の南極探検隊隊長の知らせの部注意の名を付すことはできなかった。検討の末、昭和基地近くにある、知らせ注意の功績を称えて命名された広大な、 氷河、白瀬氷河が存在することから、防衛庁通達は、名所旧石のうち主として山又は、氷河の名と改正し、これにより、白瀬氷河を由来とする、白瀬の命名が可能になった。1983年11月14日に、白瀬就航の記念切手が発行され、デザインは、ペンギンと観測船白瀬であった。記念切手に、 白瀬セ仙郵便局と昭和基地内郵便局で使用される風景印がある記念カバーは現在でも高価で取引されている。2009年には局地保護をアピールする記念切手が世界42カ国で共同発行されたが新・白瀬就航の記念切手は発行されなかった。2007年1月23日に発行された10枚組の記念切手 南極地域観測事業開始50周年の9枚目に、隊員と観測船白らせのデザインがある。後継艦については、2006年より、ユニバーサル造船舞鶴事業所において、白らせ後継船が建造され、2008年4月16日に、命名式、浸水式が挙行された。なお、本艦隊駅後の2008年出発の、 第50次態には、知らセが救出したことのあるオーストラリアの民間祭標船、オーロラ・オーストラリスがチャーターされた。2008年10月24日、政府の南極地域観測統合推進本部は、南極観測船、知らセの展示保存を断念し解体すると発表した。知らセは、南極観測船は元より自衛隊を見渡しても過去に、 なかった規模の大型艦の退役であり、当然ながらそのため維持展示にも、従前の観測船以上の費用がかかることが見込まれる、ことから引き取り手の折り合いがつかず、また、自衛艦のため海上保安庁への移管や、海外輸出も、難しいことから、スクラップとして処分されることとなっていた。ただし、政府の推進本部は、スクリュープロペラ、怒り、 艦名看板など少なくとも17点の部品を保存し、2009年秋から海上自衛隊佐世保資料館で一般展示をする準備を進めていた。また、船内で使われたソファーや椅子の一部が名古屋港で展示されている。富士に転用されている。昭和期の南極観測隊の訓練などで縁のある北海道稚内市が保存に名乗りを挙げており、 ホームページなどを通じて誘致キャンペーンを行っていたが、財政難のため2007年夏の展示保存を希望する自治体の募集には正式に応募せず、これも立ち消えとなった。2008年12月以降解体に着手する予定だったが、鉄くず価格下落の影響から解体は先送りとなり、2009年6月19日に、 政府の南極地域観測統合推進本部は保存活用に向けて海底を再度公募することを決定した。その時点では海上自衛隊横須賀基地内で経留されていた。白瀬船橋港2009年11月9日南極地域観測統合推進本部は白瀬を同年1月にスクラップになるのはもったいない気象や環境問題の情報を発信や 議論の場として活用したいと、知らせの購入を文部科学省に提案していた民間の気象情報会社、ウェザーニューズに売却すると発表。環境情報発信基地として第二の人生を送ることになった。知らせは2010年2月10日に海上自衛隊からウェザーニューズ社に引き渡され、海上自衛隊横須賀基地を出港。一旦、 神奈川県横浜市中区の三菱重工業、横浜製作所本木工場のドックに栄光され、検査や用途変更線修繕工事を実施するとともに、船名をローマ字表記のしらせに変更した。同年3月31日に、当面の間の係留地である、千葉県船橋市の船橋港に栄光され、係留された。白瀬の看板号、 5002日なんで2010年5月2日から南極観測及び気象観測の象徴として一般公開。また、それに先立ち、一般公開前日の5月1日には、知らせが経流されている船橋市の近隣住民、市職員、教育関係者向けに先行公開された。5月2日に開催された知らせのグランドオープニングセレモニーには、同社社員や、 同社のウェザーリポーター約320人、国会議員、冒険家で、白瀬の、副、館長に任命されている、三浦雄一郎など、約500人が参加。同セレモニーでは、白瀬せ館長の宮部次郎同社、代表取締役副社長が、シャンパンの瓶の形をした氷を割って、第二の船出を宣伝した。ウェザーニュースでは、船内の南極観測機器を犬器で入手。 2010年10月から同社グローバルアイスセンターを船内に移設して世界の氷のモニタリング業務を開始する。さらに小型気象観測レーダー、ウィズレーダーを設置し、首都圏のゲリラ雷雨や突風などをリアルタイムに観測するほか、2010年頃に打ち上げ予定で東京大学、千葉大学、アクセルスペース共同開発の小型人工衛星、 ホニー衛星から送られてくるデータを利用して、世界各地の開票の動きなどを観測する、ホニー衛星管制センターや東京湾、世界各地で発生した地震を観測、検証する、地震センターを開始する予定となっている。また、テレビスタジオや教育、会議施設などを開設、設置し、みんなで気候変動を考え、コンテンツを発信する場にしたいとしている。 2010年8月15日には、同社の第24期株主総会終了後に、株主向けに、知らせ体験乗船を実施。また、同年8月22日には、夏休みに、環境問題を考えるきっかけに、と知らせの親子乗船会を開催した。なお、知らせの購入代金約4000万円のほかに、回収に10億円。 年間維持費に1から2億円かかるとされている。また、このプロジェクトの中心となった、ウェザーニューズ創業者で代表取締役会長、石橋博義が死去した際は、お別れの会が、船出の会という名称で2010年7月13日に、本線線上にて行われた。2011年7月に、東日本大震災の被災地の人を元気づけようと、 福島県岩き市小名浜港でイベント開催。2013年9月2日に元船の所有権がウェザーニューズから同社関連団体であるホニー気象文化創造センターに移管された。2015年11月18日修繕のため4年ぶりに船橋港を出港し三菱重工業横浜製作所のドックに入った。12月14日修繕を終え船橋港に 帰着した。知らせの見学、乗船は無料だが、事前の申し込みが必要になる。知らせが経流されている船橋港では、コンビナート岸壁周辺敷地への立ち入りが禁止されているため、関係者以外は、知らせに接近することができない。さらに、船橋港周辺は、駐車禁止区域となっており、駐車場、駐輪場ともにない。 2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響を受け、経流している船橋港周辺の液状化により乗船にあたっての安全性が見込めないことから、震災当日以降の見学を一時的に中止した。また、この年10月の台風により、対岸に経流していた船のロープが切れ知らせまで流れ着き、 左限にぶつかり損傷するという事態も起きた。その後、船橋港の液状化の舗装と知らせ左限損傷の修繕を経て、2012年1月28日より、再開する運びとなった。一般見学再開にあたり、今までの JR 京王線新柄市の駅駅前の千葉県国際総合水泳場付近に集合し、貸切バスで船橋港に向かうという形式であったが、 見学再開にあたり、ウェザーニューズという会社を知ってもらうことも見学コースに含めることになった。そのため現在は、JR 京王線会品幕張駅駅前に、ウェザーニューズが入居している、幕張テクノガーデンディームネ2階シーポートレー、合点前に集合し、受付、身分証明書による本人確認をした上で、ウェザーニューズの会社見学を行ってから、社有者で、 船橋港に向かう形式に変更された。見学の日時は、おおむね各週土曜日12時30分の1回で10人程度で、行われるようになった。ウェザーニューズでは2010年4月26日から、専用ホームページにて、同年5月5日以降の一般見学、乗船の事前申し込みを受け付けている。なお、右玄の外観を眺めるだけであれば、 金傍の飲食施設の窓際から望むことが可能。なお、前述のように2013年9月2日に、元船の所有権が、ウェザーニューズから、同社関連団体であるホニー、気象文化創造センターに移管されているが、より公益性の高い取り組みを進めていくための企画を、検討し推進するため従来から行ってきた、一般乗船見学は、当面見合わせるとしている。 2013年よりチャレンジングしらせとして年5回の一般公開イベントを行っているほか週に2日近隣にある札幌ビール千葉工場とのコラボレーションでのツアーに参加してで乗船することもできる2019年10月20日しらせ5 0 2が第6回船橋ミュージックストリートの会場に選ばれ6組のミュージーシャンの演奏を呼び 大声コンテストインしらせが開催された。2020年7月1日現在、知らせ5000には、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、札幌ビール、千葉工場とのコラボレーションツアーやチャレンジング知らせの開催を当面の間、休止している。ありがとうございます。